ダビデオの手紙を持つバテシバあるいは、バテシバは、オランダ黄金時代、溶接の天才画家、ウィレム・ドロステが1654年に制作した絵画である、油彩。主題は、旧約聖書、サムエル期に登場する女性、バテシバの物語から取られている。死である、レンブラント・ファンデインのバテシバを描いた作品と、同時期に制作された本作品は、 ウィリエム・ドロステの傑作であると同時に、17世紀のオランダで描かれたラフ画のうち最も美しい作品の一つである。現在はパリのルーブル美術館に所蔵されている。ヒッタイト人、ウリアの妻バテシバは水浴しているところを目撃したイスラエル国王ダビデに見染められてしまったばかりに、ダビデ王から関係を迫られる。しかも、ダビデ王はバテシバが自分の子を見ごもったことを知ると、 売り屋を戦場に送って恋に死なせ、バテシバが未亡人となった後に結婚するが、ダビデ王はそのことを神から非難されたと伝えられている。レンブラント・ファンデインが同じ年に制作した、ダビデ王の非道徳的な要求を受けて、自らの倫理観と向き合うバテシバの葛藤を描いた、傑作、ダビデ王の手紙を手にした、バテシバの水浴。ルーブル美術館所蔵。ドロステは、 暗い暗の中から浮かび上がるバテシバを描いている。ダビデ王の手紙を読んだバテシバは応納して疲れた、表情を鑑賞者に対して向けている。バテシバの白い肌着は大きく肌けており、ダビデ王を魅了した死体の美しさがあらわとなっている。バテシバを描いた絵画の多くは水浴するバテシバを、ダビデ王が目撃する場面を描いており、従って、バテシバ以外にも、 彼女の水浴を手伝う次女や、遠くから眺めるダビデ王、バテシバに手紙を渡すために使わされた王の使者などを描いている場合が多い。ところが、レンブラントの作品と本作品は共に、ダビデ王からの手紙を受け取った後のバテシバに焦点を当てているために、登場人物はバテシバに限定され、不定の関係を迫られる、バテシバの心理的葛藤を描き出している点で、内省的である。 とはいえ、本作品がレンブラントに匹敵する内面描写を獲得しているとは考えられていない。同じく、レンブラントの1643年の水浴するバテ芝、ニューヨークメトロポリタン美術館所蔵、ウィレム・ドロステの1655年頃の絵画、真珠のネックレスの若い女性。本作品のモデルと同じ女性と思われる。以前は、 ヘンドリッキエをモデルに描いたとされていた。メトロポリタン美術館所蔵。レンブラントの1656年頃の絵画、ドアのそばのヘンドリッキエ。ベルリン、絵画館所蔵。本作品はドロステの傑作であると考えられているが、研究者の多くは本作品に否定的である。例えば美術史家、ビルヘルム・バレンティナーは本作品を鑑賞的と評し、クノスライフェルスは、 レンブラントの内省的な作品を模倣する弟子の試みに過ぎず、彼の技術の限界が許す限りにおいて、その試みは成功しているとみなした。これに対して、ドロステについて先駆的な研究を行ったベルナー、サモースキーやブルーノフカールは、ドロステはむしろ、レンブラントの強烈な内省的なバテ芝を模倣することに努めようとはしなかったが、しかし、死のスタイルから撤退することなく、 より純粋に神秘的な作品を生み出そうと試みたと考えた。レンブラントよりも遅れて描かれた本作品は意図的にレンブラントの作品と対照的に描かれている。ドロステのキャンバスはレンブラントよりも小さく、バテシバは死が1643年に描いた古いバージョンに移居している。またレンブラントよりも一層暗い室内にバテシバを置き、 彼女の上半身だけを描いている。キャンバス上の登場人物をバテシバに限定することは、すでにレンブラントが行っており、ドロステはそれをさらに推し進めた。そして、色彩の微妙なニュアンスを黒、白、肌色の三色に限定し、強いキアロスクールの効果で、バテシバを際立たせつつ、明暗を均一に描き、バテシバの肌を滑らかに仕上げた。実のところ、 レンブラントの直接的な影響はバテシバが座り、同じ手に手紙を持っていること、身につけたアクセサリーが似ている点に認められるに過ぎない。これらの際は、レンブラントの影響下にある、ドロステが美的アプローチによって、死の作品を超えようとする意図を持って描いたことを、推測させる。本作品の最も重要かつ基本的な要素である、バテシバの腕のカーブが作る、同心円の構成は、 肌着、黒色のネックレス、丸みのあるチブサといった円形のモチーフ及びそれらの柔らかな質感と共鳴している。バテシバのポーズに見る円形のモチーフは、かつてベルリン美術館に所蔵され現在は失われたルネサンス期のベネツィア派の画家パルマイル・ベッケオの女性の肖像画から撮っている。また本作品の女性の上半身を描くスタイルも、キツヤーノのフローラや、 パルマイルベッキオのブロンドの女性といった作品とよく似ており、ベネツィア派の絵画に強い影響を受けて本作品を描いたことがわかる。事実、ティツィアーノのフローラは版画によって広く知られ、レンブラントはこの作品に触発されていくつかの作品を制作している。ちなみに本作品は数年後にレンブラントが描いた内縁の妻ヘンドリッー ストッフェルド・ホテイル・ヤーヘルの肖像画と共通している。この作品もまた、パルマ・イルベッキオの影響が指摘されている。なお、ドロステが本作品を描いた1654年は、彼がイタリア旅行に出発する直前であり、その後もベネチア派の絵画を忘れなかったことは、近年新たに発見されたイタリア旅行時代の作品、フローラから確かめることができる。 本作品の注目すべき点の一つに、バテシバが身につけたイヤリングが挙げられる。イヤリングが斜めに傾いていることから、バテシバは静止して干渉者の側を見つめているのではなく、体を起こして振り返るところであるとわかる。ドロステはイヤリングを斜めに描くことで、バテシバの体の動きをキャンバス状に表現している。こうした動きの表現は、 レンブラントとその弟子たちの重要な研究テーマであった。19世紀に外界として知られるジャンジャック・ジョセフ・ルロワデ・ティオールのコレクションであったことが知られている。その後、パリの南東24キロに位置するソシュルセーヌの市長を務めたルイアル・フレット・カイ・リオン・ド・バンデュールのコレクションとなり、ルイの死去の2年後の1902年にルーブル美術館に移送された。ありがとうございます。